さあストレート強いサーブ押し込んでいく上手やりません。加藤岡田バックアタックに行ってきた。から今の長田が打っていきました。セッター長田のスパイク決まっています。長田はあのセッターに転向したのが高校入学後ということで、はい、まあ、小中高通してリベロを含めて全ポジションを